じゃあ、4つ目の対談動画ということで、はい、テーマはお金を稼ぐ方法っていう、まあ、ビジネスなんですけど、お金を稼ぐ方法っていっぱいありますよね。で、ネットワークビジネスって言っても、まあ、商品っていっぱいあるじゃないですか、はい、で IT もいっぱいあるし、でもっと言うとその実業的な部分もいっぱいあるし、なんかお金を稼ぐ方法っていっぱいあるんで、そういうところをなんかこう知っている中でいいなと思うのを、まあ、発信しようかなと思ってるんですよね。で僕がセミナーで話しているのは無形の商品を売るっていうビジネス、まあ、情報だったりコンテンツ、データっていうのを売っていけば利益が高いし、メリットっていっぱいありますね。で僕が起業前にやってたのは物販で、物販も30、40稼いでたんですけど、やっぱりそれもリサーチさえできれば、あとはもう安いところと高いところをつなげればいいだけなんで、やりやすいんじゃないかなっていう、っていう感じですかね。なんか最近どうですか、お金稼ぐ方法でなんか細かいの含めて今されていることといったら情報提供と、情報提供ですだけですね。で集客の方法ね、はい、スキルを売ってるって感じですかね。そうですね、スキルを代行して代行してる、ハイブリッドですかね。そうですね、ちょっと B2B なんで、自分でもちょっと、もちろん払ってくれる勢いもすぐだし、その場で現金を出してくる人もやっぱり普通にいらっしゃるんで、それはすごいいいんですけど、逆にやっぱフォローが大変、メリットとしては、ですね、やっぱり向こうもビジネスでやってる人なんで、B2B はフォローが大変っていうのもありますね。初心者がやっぱ始めるんだったら、僕は物販か代行、営業代行しかないかなと思って、そう思います。僕もそう思います。思います？はい。ああ。やっぱ物販は集客しなくていいから、はい、とりあえずその商品のリサーチをしたりとか、まあ、材料なども出していけばいいと思うし、それでまあ、利益でやってればね、それでいいわけですけど、営業代行っていうのも、まあ、代行する商品とかサービスやりますけど、売ればいいわけですから、簡単って簡単そうです。そうですね。まあ、結局、それが、要属にアフィリエイトなわけで、アフィリエイトですよね。リアル土壌でやってるだけで、アフィリエイトは。なんかビジネスこれからする人たちってこだわっちゃうというか、そうですね。なんか特に営業代行とかだと、物によって動けない人とか、いろいろいますけど、なんですかね、結局なんか自分のスキルとか、知識を上げるためにやる、ネットワークもすごい嫌いな人いるじゃないですか。なんか僕はそれは、とりあえず目の前にあるんだったら、セミナーに聞けばいいし、できるのでやればいいかなと思うんですよね。で、それで分かってくることいっぱいあるじゃないですか。だから稼ぐ方法っていっぱいあるって思うのは、それはやってきたからと思うし、最初はでも狭いところからね、スタートしていくわけですから、物販と営業代行じゃないかな。まあ、集客代行でもいいけど、他なんか、そういう、アフィリエイトで一番稼ぎやすそうな方法ってあります？まあ、なんで結局はその、まあ、おつゆきさんもやられてる、結局はセミナー集客代行、セミナー集客やりやすいですね。やりやすいというか、まあ、もちろん制約率が全く次元が違うので、ネット完結のよりはそうですね。だから労力に対してのバックの確率が高いって、やっぱり収益も上がる、金額もでかいんで、やる気になるからマインドも上がって、またやろうっていう、その動向になるのかなっていうのがすごくありますね。アフィリエイト案件、営業代行案件って、結局稼ぎやすいのは、どれだけそのやりやすいかっていう、紹介しやすいかとか、提案しやすいか。ツールのアフィリエイトはすごいやりやすいかなって、すごい思います。ああ。ツールってみんな欲しいじゃないですか、確かに。いやらしくはないですね。いやらしくないですね。ツールって必要じゃないですか、みたいな。そうですね。なんか売り込むとかじゃなくて、しっかってる人に渡せば普通に、確かに、はい、こういうメリットありますよって言っていけば、あ、じゃあ欲しいみたいな。そうツールのアフィリエイトも結構バック大きいな。結構大きいですね、なかなかね、はい、しかも月額課金、僕もやるやつは月額課金なんで、まあ、アフィリエイトフィーが毎月やってくるんですよ。フルズドキュそこもかなりこの力入れてこうかな。確かにその生徒さんができたら、その生徒さんに振れば、全員買えばほぼ、まあ、300人かける、まあ、1万円もらえない、5000円とか、平均多分4000円ぐらい、4000円とか、300×4000 っていうのは120万、
ただそれが毎月じゃなくて、その結局初回アフィリエイトの報酬は全額、うん、まあ、僕だったりするんですけど、うん、毎月課金は1人につき1000円とか、そういう感じです、はい、なるほど、まあ、とにかくツールのアフィリエイトはいいところですね。結構いいですね、毎月課金だから。はい、おー、あといやらしくないっていう。いやらしくないですね、自然ですよね。結構自然、確かに。っていうことは、そのツールを使ったコンサル内容しなきゃいけないんですよね。そうですね、どっちかというと、はい、今度のプロモーションもツールを使ったノウハウなので、うん、ツールは出てきますもんね。そうですね、マーキーって、まあ、ツールを、そっか、入れていく。僕マネしようかな。僕は客数の狙いから、あんまりそんなに期待できないんですけど、客数取る時点で完璧ですよ。ああ、なるほど。他には、うん、そうですね、今回のテーマがビジネスの種類とか稼げる、まあ、そうですね、稼げる方法というところで、まあ、初心者の人思いつかないじゃないですか。そういうところをなんか、まあ、当たり前になっちゃってますけど、なんかちょっと出してましょう。今のはちょっとハイレベルっていうハイレベルですね感じなので、うん、まあ単純にちょっと前に僕も一回ちょっと登録してたんですけど、結構あのジョイントっていうか営業代行みたいなの検索したりすると、そういうサイトいっぱい出てくるんですよ。あ、そうなんですか。はい、営業代行サイト、営業代行サイトみたいな種類がで、いっぱい商品を売ってくださいっていう人がいて、集まるとこがあって、はい、一括信用請求ってやると家にブワーってくるんですよ、うん、例えばホームページ制作、例えばその友達とか知り合いの社長さんがホームページ作りたいって言ったら、うん、そこの企業に登録しとけば営業代行できるんですよ。普通紹介したいよなみたいな。そういうパターンもあるわけですね。そうなんで普通に腐ることがあるっていう。ああ、なるほど。営業代行って打てばいいと。そうネットに行けばいいと。使用請求すると一括でバーってくるし、向こうからも要は営業代行してもらいたいじゃないですか。そうですね。だから電話かかってきて、どうですかどうですかってめっちゃ言われるし。ビジネスしたい人はあるよと。そうなんですよ、聞けばあるよ。ああ、そこそこ、やっぱりそういった面では自分に知識もない経験もないコネもないって中では営業代行しかないですよね。そうですね、いきなりじゃあ商品作りますかって言うと無理なんで、ね、そうそうね、自分で商品作るか商品借りるしかないですよね。借りるっていうのがまあ95% の人間だと思うんで、それをうまく使って、まあもちろん借りる商品も選んでもいいんですけど、一番収益的に高そうでいいものであればそれやっていくっていう、うん、だからこれからする人に関してもやっぱり営業代行を極めた方がいいですよね。そうですね、営業代行を極めてある程度稼げる自信がつければ、うん、その歩んできた道を教えるだけで別に自分の確かに、ね、物販で結局最近厳しいなと思うのはやってる人も増えてるし、価格競争がやっぱりねどうしても逃げれないというか、営業代行だったら自分のねブランディングかなんかでうまいことできますけど、物販をそういった面ではね利益幅が下がる一方なんで、うん、ぜひ営業代行をやっていくべきですよね。まあその中でやりやすいやり方、まあ、僕がやってるセミナー紹介だったりとか、もちろん安いやつとか、いきなり10万売れないと思うんで、本当に無料のものだったりとか、そういうところでなんか代行ができたらいいんじゃないかなと。で、余裕ができたら、あの大島さんみたいに大人数にツールのアフィリエイトをしたりとか、そういうのができれば、まあ、一番いいんじゃないかなと。で、結構最近なんかね、グレーっぽい感じもあるじゃないですか。あ、携帯のやつとか。あ、はいはい。あれとかもなんかね、よくないらしくて、最近終わったという話を聞いたんですけど。ああ。やり方違いなんですかね。あれ、やり方違いです。やり方違いで。なんかグレーな人も聞こえたので、ね、結構エグい人いる。あ、いるんですか。ちょっと詳しくないんですけど、僕は、ちょっと、あれなんですけど、あの、またあの社員さんがいるんで、ああ、絶対安全な方法があって、ああ、大城さんに聞けばそのスキーも分かると。まあ一応それも取ったりもしてますけど、ね、そして、あ、そうですね。まあその完全安全なるですよね。まあいろんな方法ある中で、まあ、グレーのところに資金を手を染めないように。そうですね、グレーはいいか、ブラックでありますね。ブラックはそう、ブラックなものもあるので、それはやめた方がいいということですね。分かりました。まあその中でも。意識してるのはやっぱり無形ですよね。無形ですよね、やっぱり、うん、あの売り切れがないってことですね。コピーできるすごいですよね。
れがやっぱりいいですね。他の商品には例として紹介したりするのが、やっぱ頭がいいかなと。そうですね。無形って最初、なかなかこう、解きつきにくいですけど、まあ、ぜひ無形をね、営業代行するっていうところを、最初のビジョンチェンジということで、いいかな。こんな感じで4つ目の、動画、稼ぐ方法という動画、これで終わります。はい、ありがとうございました。